こんにちは。研究総括の深津武馬と申します。生物界において微生物との共生関係というのは普遍的に見られます。そして重要な生物機能を担っております。このような共生関係は具体的にどのように始まり成立したんでしょうか。実はですね、こういうふうな高度な共生関係の進化的起源というのは実はまだよく分かっていない部分が多い極めて本質的な問題であります。私たちのエラ島深津共生進化機構プロジェクトでは我々が独自に開発した昆虫大腸菌人工共生系を用いまして共生進化のプロセスおよびメカニズムを本質的かつ徹底的に解明し理解することを目指しております。今回は研究室へようこそということで私たちが実際に研究に取り組んでいる現場をご紹介いたします。本プロジェクトの中核研究拠点は茨城県つくば市にある産業技術総合研究所つくば中央地区の北側に位置しております。この建物の中にプロジェクトに関連したさまざまな研究室がございます。まずその一部をご紹介しましょう。ここが大規模昆虫飼育室です。この部屋は常時25度、湿度 50%、昼16時間、夜8時間の超絶条件で大量の茶葉玉カメムシを飼育して実験に用いております。それではちょっと飼育容器の中をご覧に入れます。このような感じで茶葉玉カメムシを飼育しています。ここには成虫がたくさんいるんですけれどもこのように生ピーナッツとアスコルビン酸添加水を用いて飼育しております。ここが滅菌昆虫飼育室です。このように隔離された部屋の中で餌から容器までみんな滅菌して飼育しているカメムシに高速進化大腸菌や組み換え大腸菌を感染させて人工共生進化実験を行っております。ここが昆虫飼育インキュベーター室になります。この部屋だけで昆虫飼育用のインキュベーター25台ありましていろんな飼育条件で茶葉玉カメムシの飼育とか実験も行っているほかに他のさまざまな昆虫類も飼育して実験に用いております。この中にいろんな虫例えば入っております。こちらは昆虫解剖室です。今茶葉玉カメムシのメスの成虫を解剖しているところです。まず羽と照準板を外します。そして腹部胚盤を取り除くと体内器官が露出します。表面を覆う脂肪体や気管を取り除いていくと卵巣と消化管が見えてきます。消化管を取り出します。このようにして人工共生進化大腸菌に感染させたカメムシの共生器官を解剖して取り出して一部は次の世代に摂取します。そして残りはグリセロールストックとしてディープフリーザー中に保存いたします。
ここが顕微鏡室です。最新型の蛍光顕微鏡やレーザー鏡焦点顕微鏡、操作型電子顕微鏡、そして蛍光実体顕微鏡なども設置しております。ここが質量分析装置室です。このようにですね、共生細菌や宿主カメムシが生産する代謝産物なんかを分析するための大型の装置が稼働しております。次に滝沢グループリーダーが率いております共生細菌ゲノム改変操作グループをご紹介いたします。同じく産業技術総合研究所を研究拠点としております。こんにちは、共生細菌ゲノム改変操作グループの滝沢です。ここは私の研究拠点となります。ここではゲノムを完全に合成した細菌や調査の DNA などを扱っております。本プロジェクトでは共生細菌ゲノムを酵母においてクローニングし、遺伝子改変の後再び昆虫へと戻すということを計画しております。ここでは主に分子生物学の実験を行っております。ゲノムを完全に合成したマイコプラズマや酵母などを扱っており、こちらがマイコプラズマ用の専用培地、そしてこちらが酵母用の完全合成培地です。こちらがパルスフィールドゲル電経導装置になります。大きなサイズの DNA を分離できます。通常の電経導装置は一方向にしか電流が流れませんが、この機器では斜め方向に交互に電流を流すことで大きなサイズの DNA を分離でき、約2メガベースまで分離可能です。次に古澤副総括が率いております共生進化解析強化制御グループをご紹介いたします。大阪の理化学研究所および東京大学の本郷キャンパスを研究拠点としております。副総括の古澤です。我々の研究グループでは大阪地区と東京地区に2つの研究拠点を構えています。まず最初に大阪地区について紹介をさせていただきます。ここが我々のメインの実験室になります。後ろにあるのが我々が開発したラボオートメーションを用いた全自動の培養システムです。このシステムはクリーンブース内に設置された自動分注器と、それに接続されたマイクロプレートリーダー、そして生化インクベーターなどから構成されています。すべての動作はこのような簡単なコンピュータープログラムによって制御されています。このインキュベーターでは44枚の 96L プレート、あるいは 384L プレートを培養することが可能です。またチップやプレート、メディウムなどの消耗品はこちらのホテルから供給されます。このシステムを用いることによって1万6000を超えるような独立培養系列を全自動で維持することが可能となっており、さまざまな環境条件下での大腸菌進化実験や環境をダイナミックに変化させたような進化実験というものが可能となっています。続いて我々のグループでの本郷地区の紹介に移りたいと思います。こちらが我々の研究拠点のある東京大学医学部1号館です。こちらが我々のメインの実験室になります。ここにあるのがセンソーターで、我々はこれを用いて細胞状態の揺らぎを計測したり、あるいは今回のプロジェクトでは蛍光強度を適応度としたような大腸菌の進化実験に用いたりします。またこちらにあるのが蛍光顕微鏡で、これも細胞状態の揺らぎやその蛍光強度の分布を計測します。次に若本グループリーダーが率いております
共生システム解析再構築グループをご紹介いたします。東京大学の駒場キャンパスを研究拠点としております。共生システム解析再構築グループグループリーダーの若本です。我々は東京大学駒場キャンパスを拠点にして XVIVO のシステムを用いて共生細菌および共生進化大腸菌の解析を進めています。こちらのアドバンストラボラトリーにはマイクロデバイスを作成するためのクリーンルームがあります。では早速中をご案内したいと思います。こちらがクリーンルームになります。中には微細加工を行うためのさまざまな機器を設置しています。ハイレルベルプ社のマスクレス描画装置になります。この装置はあらかじめキャブで設計したマイクロメープルサイズのパターンを高速でフォトリジスト基板に転写していくための装置になります。他にもこの部屋には例えばこちらのスピンコーターというフォトリジストを基板にトップするための装置や作成したフォトマスクのパターンを他のフォトリジストに転写していくためのマスカライナー、また作成した基板の高さを測るための装置などが設置してあります。この顕微鏡は自動のステージやシャッター、オートフォーカスなどを備え長期間のタイムラプス計測を自動で行うことができます。また作成したマイクロデバイスをこのようにステージに設置しチュービングなどを施して長期間細胞の様子を観察することができます。次に春元グループリーダーが率いております共生相互作用情報伝達グループをご紹介いたします。京都大学を研究拠点としております。共生相互作用情報伝達グループグループリーダーの春元俊之です。私たちのグループでは昆虫共生微生物間の相互作用を分子レベルで解明することを目的に研究しております。こちらがカメムシの飼育専用スペースです。こちらがピーナッツを餌に飼育されているカメムシのオカムシたち。こちらが成虫になります。こちらがオリンパス製強焦点レーザー顕微鏡 FV3000 です。カメムシ中腸の全体像をタイリングで取得しているところです。最後に福田副総括が率いております異種間共生構築進化解析グループをご紹介いたします。慶応大学、筑波大学、神奈川産技総研の3拠点で実施しております。ここが我々のラボです。装置を紹介します。まずこれが元気チャンバーです。腸内細菌が、酸素があるところでは死んじゃうんで、この瓶の中の酸素はこれ見てだけ分かってるけど酸素が 0ppm なんです。こういったところで腸内細菌を培養したりします。これがエコー525という装置で、ハイスリップットにこう分虫をするような装置になります。これを使って DNA シーケンシングをするというライムライン調整があるを実施します。でこれが便の破砕装置です。便中の腸内細菌の遺伝子あるいは代謝物質を抽出するために物理的にビーズを使ってこう激しくかかって破砕するんですけど、その時にこの装置を使います。それがこの隣が DNA 抽出の自動抽出装置です。多原体のサンプルから DNA を一気に抽出する装置です。それからあとはディープフリーザーというのがあって、便サンプルがたくさんキャッパーされているという状況になります。
これが、メタボロール分析装置がスタンダードです。大体この研究所には50セットの、マススペクトラムが並んでいて、それでもメタボロール解析をします。でこれだけそのメタボロール解析用の装置が揃っているのは世界最大級になります。この装置を使って我々はこの便中に含まれる腸内細菌の代謝物質、これを網羅的に解析しています。医師間共生機構進化解析グループサブグループリーダーの小原です。これから筑波大学のムキンマウス施設のご紹介を始めます。こちらがムキンマウス施設になります。このようにムキンマウスを飼育するためのビニールアイスフィルターを当時では設置しています。現在ですね、我々はこのような大型のムキンマウスの繁殖飼育用のアイスフィルターを4台、そして実験を行うためのこのような小型のアイソレーターを12台保有しております。実際使用する場合にはこのようにパンパンに空気が入っていまして、この中でマウスを飼育しています。実際の作業としましては、こちらの胃袋に手を入れてビニール越しにマウスの操作であったりサンプリング回収等を行っています。このようにアイソレーターの内部ではマウスがこのように飼育されています。実際実験を行う場合には、このマウスに対して大腸菌の培養液をこのようなシリンジで直接的にマウスの胃に経口摂取します。この結果マウスは大腸菌のみが定着した元培養土マウスと呼ばれるマウスに、を作ることができます。でこのようなマウスから形式的に糞便を回収することによって、どのような大腸菌が定着しているかを解析することもできますし、またそのような糞便から代謝産物や DNA の情報も得ることができます。このような無菌アイソレーターですが、無菌に保ったままサンプルの出し入れをする際には、こちらのステリルロックと呼ばれる二重にパックされた空間を使います。サンプルを入れる場合には外側の蓋を外して布を入れて、中を滅菌した後内側を開けてサンプルを布の中に入れます。一方で回収する際には内側のカバーを開けて中に入れて、そして内側を閉じた後に外側を開けてサンプルを回収する、という手順で無菌に保つことができます。以上、環境共生構築進化解析グループサブグループリーダーの中田です。こちらが異種環境共生構築進化解析グループの副拠点である神奈川県立産業技術総合研究所の実験室になります。本研究室では共生進化大腸菌と野生型大腸菌株をそれぞれマウスの腸内へ定着させ、その際の免疫学的および代謝学的解析を実施します。いかがでしたでしょうか。今回は研究室へようこそということで、私たちのエラ島深津共生進化機構プロジェクトにおける各研究拠点の紹介をさせていただきました。興味を持たれた方、もっと知りたいと思われた方はぜひこちらのウェブサイトをご覧になっていただければと思います。ご視聴どうもありがとうございました。